満足すること間違いなし。熱々ボリュームたっぷりのサンドイッチです。大黒丼は去年12月に山口市浅田にオープンしたサンドイッチ専門店です。店内に足を踏み入れて、まずはここに注目。ショーケース、うん、あれ、ショーケースには作り置きがありません。コーヒーゼリーサンドなどのデザート系を除き、通常のサンドイッチはすべて注文を受けてから作っているそうなんです。まあ、最初ちょっと作り置きにしてたんですけれども、やはり自分たちが食べてみて作りたてが美味しかったので、手間は大変なんですけど作るようにしました。出来たてポイント、その1、お、パンが切りたてなんですね。すごく柔らかいんですね。切りたてはね、やっぱり違うんですよね。そして具材も揚げたてですか。はい、揚げている間に挟む準備を始めていきます。エビフライを挟むパンにはマヨネーズ、ヒレカツを挟むパンにはマヨネーズとマスタードを塗ります。たっぷり。さあ、ヒレカツとエビフライが揚がりました。エビはパンのサイズに合わせて半分に切って使います。おいい音。これはアメリケンのソースといいまして、エビとかカニとかそういったもの、甲殻類とワインとで一緒にこう詰めながら作っていくソースです。これってオリジナルブレンド？あ、これうちで作ってます。出来たてポイント、その3、挟みたて熱々の状態でお客さんに提供します。挟んですぐに電動のブレッドナイフで半分に切ります。うまいのがあるんだ。ヒレカツとエビフライが半分ずつ味わえるお得なセットの完成です。具沢山。あ、あったかい。うわ、熱々です。もう一口が豪快にいった。パンが切りたてなのですごくふわふわでしっとりしてるんですよ。そしてお肉が柔らかい。いや、もうこれ本当出来たてならではだと思うんですよ。続いてエビフライの方もいただきます。こちらもボリューム満点です。切ってもこれだけ大きいんですね。まず安定の熱々サクサク、そしてこの噛んだ瞬間にふわっと香ってくるエビ、もうプリップリで、清水さんのお肌のようにプリップリです。清水さん、揚げたてのエビに負けてなかったですよ。そんなことないです。この辛みなんや。他のサンドイッチもフレッシュなんですよ。リピーター率ナンバーワンというサラダサンド、レタスに人参、マヨネーズに加え、アクセントに刻みたくあんと韓国海苔が入っています。韓国海苔サラダパン、珍しい。もうたくあんと人参のシャキシャキ感、これもフレッシュだからこそですよね。それと韓国海苔のごまの香ばしさ、これがすごく合うんですよ。さらには鉄板の上にバターを溶かし、パンを焼いて具材を挟むパーカーもおすすめです。カレー味のキャベツと大きなカノブタソーセージを挟んだパーカー、もちろん注文を受けてから作るので熱々です。美味しそう。新感覚なんですね。サンドイッチっていうのを地域の方に知ってもらって、お年寄りの方からお子さんまでいろんな人にたくさん食べてもらいたいです。趣向を凝らした作りたてサンドイッチ、一度食べたらその魅力にはまること間違いなしです。
第6堂は山口市浅田79番地にありますが、地図を検索する際は78番地で入力してください。月曜日が定休日となっています。メニューの最新情報はお店のインスタでチェックしてみてください。